まだ天使は見えてねえだろうな。ヨーソロ、あんたとの腐れ縁が切れなくて残念だよ。社長、自分も無事ですけど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発、衝撃波に備えて。戦艦の破片、リダークスが落とされたんじゃないのか。だちいちうるせえな。死後現金の明るい職場にされたいか。邪魔な奴だけ撃ち落とせ。
パを守って。大丈夫、追っ手が来たわ。パパ、少しだけ力を貸して。高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少し、あと少しで地球に着くから。すまん、お前たちのそばにいてやれなくて。ダメな父親だったよな。何を言ってるのパパ、私たちは。ロイを呼んでくれ。ファイルは切れる、切れるんだ。あいつならエストを。そんな、嫌よ。お願い、私たちを置いていかないで。はい、人工物、おそらくファイルンの機体です。反壊しているように見えます。一機のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。地球人が乗っています。なんだと、両方がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍の艦隊、ファイルーンの新型試作機を持ち帰ったら艇長に向かいなさい。君は何者かい。私はルーキス、ルーキスのフィオ。この戦争のパラダイムを書き換える者よ。
そうなりたいなら協力する。で、違うんだ。連続した被弾は危険だ。さっき見てみて。ああ、見てろ。全部ぶった切ってやるぜ。そう、バカなの。マジシャン、地のゲートが閉まりそう。なんでさ、じゃあ忙しかった。最終砲丸、上空から離れるまで、そのまま一つに飛び立つ。入るの自信が高い。この野郎、バカみたいにミサイル残しやがって。何倍にして返してやる。これを落とすと周辺の対空砲も無力化する。艦隊が砲撃にさらされる前に仕留める。こいつの戦い方、どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、フィオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労は諸君。声でけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。ではこのまま加速進路に入る。諸君らも送るな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。時間が襲われてる。畜生、行かせるか。一緒に。ああ、もう分かってるよ。本格まで4つの冷静でいられるのか。
ータベースが不明。ファイルーンの新型。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そうです。姉さんと違って私はリオが操作すべての情報を持っているわけです。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってる。あなたに恥ずかしいって。な、そんなもん。今はそれどころじゃないだろう。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ。帝都君、ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。帝都君、もしも、機関リタ・アクシスだと。それは彼らは、あの決戦艦隊だというのか。なんだって。でも、グラートさんは。何をしているの、迎撃しなさい。くそ、うまく脱出してくれよ。ユニステ基地艦から高エネルギー反応、手法を来る。ちゃんと見えてるぜ。
タアクシス、ド発展キャノン撃ち抜け。あの時もそうだ、同じ連合軍の手によってリタアクシスは落とされた。あれはアイドルだ。ピオは知らないよ。競技会の練習は一戦艦隊で送り込み伝わられ、おっきりにハイルーンの交渉を続けた。そして金銭競技が結ばれ、競技会はハイルーンが望むものを差し出す代わりに風様の安寧を終え、ハイルーンが望む。キス大陸だ。私に対策大正解。隠して地球を守るために使わされた勇者たちは一転、カイルーンに捧げるクモスが変わります。私たちと同じようにね。それで仲間を失ってんだ。かくて戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。私がこのルーキスの力で剣さっさりぶち壊してあげる。死ねー、ベストアレナレシーゾー。お前だったでしょ、私の代わり。放り出して、初期何とかも壊しましょう。やめろよ、放り出すとか。本当にやりかねないだろ。それでも、すべき相手は前なんよ。なんでよ、いくらは自らを機械化しすぎた。命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。そうですか、そんなこと。私たち、もう違っちゃったんだ。まるでアーサーさん、ピオンが愚かな仲間たち。私には何もない。ただピオンも、私は迷うな、ピオン。俺たちの目的は変わるわけじゃない。あの場所には私たち。エス、パパ、私は。いいさ、行こう。エスと連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで来られたのは高校生を使わない。お前たちの肩なしに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の戦力、ハイルーンの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっき、取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。ピオは確かにルーキスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。
大切な家族のためにちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだって分かったからな。侵害だわ。あなたにそんなことを言われるな。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。大丈夫。抽出を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパが火を逃がしてからも私には守るべきものがある。この星からさらわれ同じ地球人に見捨てられた大勢の本当に耐え切れないくらい抗ったわ。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできないし、私自身のために幾万も命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いで何度も何度も負け続けた。そして最後にそれを追い詰めた時、あなたの上司に絶対とした私の力は大軍の信じられずにとっくに超えていること。そういう大軍に強くなり、パパを守りなさい。それが聞きませんね。家族に与えられ中枢と融合しているの。え、俺たちの機体もこんなことできんの？マジで？お前のことは調べたよ。同意です。軍属じゃないよ。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもレイドユーザーの利息の訓練をはかかる技術に伝説の両方ミラーさんにもう一人の場所です。だからここまで来られたのよ。姉さん、姉さんの歌じゃない。私を呼んで、ミオ。私は後悔してた。それなのに、なぜ私だけ、私の母の父、そんな思いはなかったのに。地球の母、呼びなさい。子供と私が同じだって。二人の心境に住んだ、ルーキスにさらなる力を与えるのよ。ありがとう。私たち家族を見つけ、大した人類と私をこんな姿に変えてまいるんだ。ミオ、さあ、私たちを探してしまう。では、呼んでよ。中枢確認。全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため。一斉射撃だ。姉さん、ここで捕らえる。
制御が効かない。あぶな、何すんだピオ。いけない、逃げて。え、なんで。意識を取り戻した。いいわ、次はもっと深く書き換えてあげる。おい、怖え。ピオ、さっきは何で。ルークさんが刺激されている。私の人格ごと改変しようと。人格だって。なんてこと。これに当たったら。諦めていない。行かせるか。まだだ。俺だって諦めるわけには。これをやめたら今度こそ俺には何も。ここは…うちは初めてだったか、小僧。グラートさん。気にするな、走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。だいたいお前何しに来たんだ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。いやー！殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの。壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。
何を言い出すの？ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない、帰る家だ。そうだろ？フィオ、どうして？確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だって彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。そんなこと今さら。長い間一人にしてごめんなさい。いいかエスト、君は耐えれるんだ。居場所は俺とフィオが作る、必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。
当然よ。このまま決着をつけましょう。提督、何をしている。早く行ってこい。長くは待たせるな。よその、あの野郎、どこへ向かってる。ハイルーン母星、おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのはいるのか。悪魔に例え、実際にはデータ同士の人に新鮮機能といったところか、一定に機体探索を持ち帰るつもりだし、完全なルーツに到達するために。なあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのハイルーンを倒せるんじゃないのか。残念、そうしてやりたいでも無理よ。すぐに別の場所で再構築するのか。ウイルスでも流し込むとか。問題のある場所に丸ごと入る。やはり再構築するのか。その国の暮らしにして嫌がるか。私にいい考えがある。あのね、うわ、えげつね。試してみる。そう、さすがだ姉さん。なんだこりゃ、全部移動惑星なのか。ここから宇宙の端々まで侵略しているのね。許せない。見えた、クイーンシステム。たどり着かせねえ。さよなら、私のアーセントート。
何を言っている。ドークレスの権限で却下。異物の飾り投げに増殖を可能に。速やかにエハルトの実行指示。却下却下。消えるべきなのはお前らだろうが。こらディアブラは増えていく。あなたたちに個性を与えたわ。ファイルーン全ての個体がクイーンシステムにアクセスするたびにディアグラは無限に分割されていく。強大な権限を持ったままね。使用上あなたたちは互いの存在を認め合うことができない。相互関係の中で成長することもない。一度始めた競技は終わらない。永久に。我々はあなたたちはこれからもこの宇宙に存在し続け、もう二度とその手足を動かすことはないでしょうけど。双子さん、パネッス。我々は、私は。うわあ！ドアを開ける前はノックしろっていつも言ってるだろう。何して、なんだ、何にもしてくるじゃない。がっかり。もう少し気を使ってください。お願いします。あら、このゲーム面白そうね。どさくさに紛れてお前まで入ってくるんじゃない。私たちはホログラムのようなもの。どこにでもいるし、どこにもいない。何それ、俺のプライバシーとか関係ない設定？おいエスト、なんで俺のマシンで画像検索とかかけてんだよ。マジでふざけんなよ。とにかく着替えるから二人とも出てってくれ。着替える？紳士たるもの、いつ何時客が訪れてもおもてなしできるようにしておくものだ。まして客を待たせるなど言語道断。客ってあんたかい。てか私服だせー。ルーキスとエスター能力を相手になかなかやるわね、ペドク。ははは、私の腕も捨てたものではないな。ゲーム始めてんじゃねえよ。お兄ちゃん、お隣さんがうるさいって。人は過去に縛られるものだ。悲しい記憶も美しい思い出も同じように今の判断を鈍らせる。分かってるって。将来ハゲても気にするなってことだろ。違う。クラートの背中を追うのも追わんのもお前の自由という話だ。そうだな。最近はいろいろ試してるよ。傭兵の道にも未練がないとは言わないけど。私も養父との関係ではいろいろと悩んだものだ。あんた養子だったのか。道理で気に入らんだろうが、我々は似た者同士ということだ。もし行き詰まったら火星に来い。せいぜいコキ使ってやる。火星だって、結局軍からは追い出されたんだろ。ファイルーン襲来の折、あの星は地球連合に真っ先に見捨てられ、今なお復興もままならない。元連合軍将校として果たさねばならぬ責任があるのだ。相変わらず律儀だね。あの機体はどうしている？アッサか？偽装して裏に置いてあるよ。ほら。なんだと？全然わからん。へへ、だろ？ルーキスって便利だよな。
彼女たちも検証内容で何よりだ。実はあの戦いからずっとルーキスの力が増し続けているらしいんだ。強振とかなんとか。初耳だぞ。問題はないのか。わからない。いずれは世界を作り変えちまうほどの力になってしまうかもしれない。そんなものを本人たちが制御していけるのかどうかもな。世界、それではまるで。まあこの先も何があろうと、俺はありのままのあいつらを受け入れる。それだけさ。そうか、そうだな。そろそろ出発の時間のようだ。もう行くのか。いろいろとありがとう、提督。いずれまた会おう、ロイベケット。しっかり守ってやれよ。ヨーソロ。お兄ちゃん、私たち学校行きたい。ほわ。すでに関係各所のデータは改ざん済み。いやいやいや、そういうことじゃなくって。